今日あうちんごめんよくそれよくすわるそお疲れ様です。鈴木です。今天神交通へお詫びしてきました。そうねそうね、大変やなかった？ええ、まあなんとかなりました。いや助かったばい。本当のこと言うと俺天神交通の社長さん苦手なんよね。やけいえすま本当すっこれちょっと。ああ。ええ。そういや。いや、家族。ま、あんま立ち入ったことは聞かんようにしとこ。俺は鈴木さんがもっと稼いで、もっと幸せになってくれれば。お気遣いありがとうございます。だけんくさ、そういう仰々しい口に聞き方せ。まあ、よかて。じゃあ。わかる。
鈴木さん。社長。振り。ええ。さ。社長。いや。そう。はい。そりゃそうと長須には慣れたね。ええ、まあ。困ったことがあったらちゃんと相談せないけんよ。博多もんは情に熱いのがよかとこなんやけん。見ず知らずの俺を雇ってくれただけでも、社長には感謝の言葉もありません。雇ってくれたなんてそげん。そもそもスカウトしたのは俺の方やろ。しかし社長、どうして俺なんかに声をかけてくれたんですか。そうやね、まあなんちゅうか勘ってやつばい。勘？うまく説明できんちゃけど、俺は自分が好きになった男しか雇わんしぎたい。鈴木さんは信用できる男や。そげん思うだけん声かけただけばい。でも初めて社長に会った時、俺はまああんま褒められた態度やなかったね。だって30年もタクシーで客を相手にしてきた俺やけん、人を見る目には自信があるとよ。この男は信用してよかって。やけんお前さんも俺をもっと頼ってほしかとよ。チコーッと頼りなさそうに見えるかもしれんばって。社長、ありがとうございます。この町で社長に会えたのは本当に幸運でした。こそばかよ。んじゃ今日は思う存分付き合ってもらうばい。はい。おお、ここばい。花緑、まずは博多名物水炊き箱をや。いらっしゃいませ。ありがとうございます。どげんやった鈴木さん。ええ。そう。あ。まあ意地悪なこと言うつもりはなかったと。鈴木さん。ま。それはありがたいんですが、社長ちょっと飲みすぎ。大丈夫大丈夫。若か頃は上場道言われよったくらいやけん。上？さあ。そげんといらんよ。そこ通して。ダメダメ、こげん可愛か女の子にもしもんことがあったら心配やけん。だけん守ってあげちゃうよ。もちろんお礼はしっかりしてもらうばってん。本当に大丈夫やけん。おい貴さんだ。ああおっさん、今俺たちマジで忙しっちゃけど、なんかようあっとや。貴さんら寄ってたかってナンバしよっとか。恥ずかしくなかったや。説教やったら電柱にでも向かってしとけ。おっさんどっか行かんや。うわ
この。そこまでだ。あ？何や、貴様もこいつの仲間ね。とりあえず財布ば置いてってくれりゃ許しちゃうけん、金ば出してさっさと消えんねえ、おっさんその2。ナンパはお前らの勝手だ、好きにしろ。だがうちの社長に手を挙げたことは落とし前つけてもらうぜ。おっさんが何倍生きがどうとや、おいぶっ殺してやろうぜ。余計な詮索はするもんじゃない。よかよか、鈴木さんもそれぐらいにしちゃり。あんたら、あ、ありがとうございます、助かりました。いやいや、ほらもう帰りにしゃ。あんま遅くなると家の人が心配するばい。はい、あの、気にする。しかし強かね、鈴木さん。ただもんやなかとは思うとったばって。たまたま。博多で遊ぶっちゅったらやっぱ屋台は外せんやろ。屋台で飲むのは長洲街の定番なんですよね。そうそう、長洲で飲むんやったら腹満たした後で。そうですか。さあ、しかし公言して屋台に来ると思い出すね、鈴木さんに初めて会ったと。ええ、しっ鈴木さん、こん近くの屋台で地元の筋もんに絡まれとった女を助けたとはよかけど、その後孫連中に殴、何があったんかは知らんばってん、あのまま殴られ続けとったら死。お恥ずかしい話で。そう。だけん俺は鈴木さんば助けた。そして自分の会社で働かんか誘ったとばい。信用できる男やと思うたけんね。本当に中島社長には感謝以外の言葉が見つかりません。いや、感謝しとうとはこっちばい。俺はあんタクシー会社をそういう自分によう似た仲間。仲間。そう。俺は不器用な男たい。やけんわかる。不器用で真面目な男ほどその性格が災いして厄介ご。俺も昔よかれと思うてやったことが原因で多くの対。でも俺は信じとう。不器用で一直線な男ほど仲間を裏切らん。なん、そげん思うてあんたはうちの会社に誘うと。俺にはあん時にあんたが孤独に見えてしゃあなかった。人間。社長、あん会社は俺にとって生きていくために必要な、そう、家族みたいなもんだ。やけん鈴木さんもそげん堅苦しくならんで俺をいとこの一人ぐらいに思うて付き合うてよ。はい。なんか辛気臭い話になってしもうたばい。ちょっと雰囲気変えてハイボールでも飲んでみようかね。おやさん、ハイボール。あの社長。
ん？鈴木さん？いや、そこまで社長。なあ？はい。それは期間中約束のはずやろ。よかよか。今はまだ話さんでおいた方がよかい。でも鈴木さんが何か事情があって長洲に来たとは分かっと。でもあんたほど嘘をつけん男が隠さなならんほどの事情、今はまだ心の奥にしまっておいた方がよか。一度口にしてしもうたら、この半年間堅くなに守ってきたもんが壊れてしまうかもしれんけん。まあ交通違反でもして鈴木さんが警察に捕まった時は保護者責任として根掘り葉掘り聞かせてもらうとしようかね。そうせんと俺も捕まってしまうかもしれんけんね。すみません。気にせんでよかよ。あ、でも何ですか。半年前鈴木さんが助けたアン美人、アン女の人、あれから連絡は取ったりしとうと。あ、いや、そんなことは。もっ、そうでした顔。はあ、うん、鈴木さん知らんと。自分が会社のドライバー仲間になんて言われとうか。は、いや、怒らんで聞いてほしかっちゃけど。まあ四十過ぎの独身男が飲みに誘われてもいかん、風俗にもいかんとじゃ、そげん噂が立っても仕方ん中やろね。いや、うん、何ね。実は結婚しとったりすると。いや、まあこれも鈴木さんが堅物すぎるけ。気が乗らんとは分かるばってん。たまには会社の仲間ともお姉ちゃんのおる店行って。はい、ええ、そうですか。よし。え、社長、もういい時間です。いや、今行くって言うたやん。男に二言はなか。ねえ鈴木さん。あ、大丈夫大丈夫。仕送りしたりして鈴木さんが節約しとったら知っとるまい。今日は俺が全部おごるけん。一件だけ。わかりました。タクシー仲間から聞いたと思って、このオリビエっちゅう店がよかと。この店、うん、いや、二名様。お、こん店でいっちゃん綺麗かお姉ちゃんばつけてほしいっちゃけど。それではご指名ということでよろしいですか。指名。お金は払わん、フリでよか。バッテンナンバーワンの工場頼む。お客様、すいません、お金はちゃんと私が払いますから。はあ、どうも、ももです。なんねえ、そげん可愛くなかやん。ナンバーワンって言ったやろもん。つれんこと言わんでよ。こげんでもうち結構締めあるっちゃけんね。どうも、まゆみです。さすがナンバーワン、すごかね。そんなことないですよ、私も歳なんで。ナンバー言いよっとね。鈴木さん、よかおなごやんね。ええ、まあ
登場会がどけなもんちゅうとよ。気分悪かばい。おら新しかボトルば持ってこんか。なんやせからしか客やねえ。誰ねあれ。ああうちん店のケツ持ち。ケツ持ちって本職ん連中。うん、やけど本職って言っても山笠組系列の下っ端やけど。なしてそげん連中が飲みに来ておったね。ケツ持ちやったら自分の島で飲んだりせんちゃなかと。今日は特別らしかとよ。なんか今東京の確か道場会とかいう組織の人たちが流すに来とってね。その人たちが店に来られんよ。上に命令されて張り付いとるんやって。はあ、ようわからんばって危ない状態らしかね。なあもう給料日に来んでもよかろうもん。なあ鈴木さん。ええまあ。やけん困っとうとよ。給料日にあげんことされたら売り上げ落ちるしさ。それにあげん酔っ払ってほんとよか迷惑ばい。なして俺らが見張りなんかせんといかんとや。同情会のやつらなんか今すぐ福岡から追い出しゃよかだけの話やろが。まあ本家も騒ぎにしたくないちゅうことやろ。なんかご無沙汰好きや。どうせそげんもん買う人って同情会連中が威張り腐りよるだけやろが。本気は何も分かっとるんちゅう。まったくばい。それに向こうの会長堂島大吾とか言うとったが、まだ36らしか。 36? 俺より年下やんか。なんかよかとこの坊ちゃんらしか。週刊実話に書いとった。やったら俺らそげんボンボンの傘下に入れられるかもしれんちゅうわけや。ああくそ、んなことやっとらんぜ。コロッケ聞きかんな。おいボトルまだや。早く新しくやつは持っておんか。はい、ただいま。お客様お待たせいたしました。遅いったやつさん。失礼いたしました。お客さん。頭んきた。俺が追い出しちゃ。社長。よかってよかって、俺に任せとって。おいおいおい、おいこら、やかましかって。こげん店で飲むときゃ、保管客のことも考えよ。こん酔っ払いが、なんば俺たちに文句も垂れとったや。あ？下っ端がこうも安易に肩に手かけるなんて、山笠組ってのも大した教育してねえな。なんてか貴さん誰やこれ。なるほど、俺が誰だか知らないようだな。知るかボケ。そうか、おかげで気が楽になった。いいぞ、いつでもかかってこい。なんわけわからんことざけようとや。こっちはただでさえイライラしとっとぜ。こげんなったら思い切りうさばらしばさせてもらうけんな。死にさらせこら。
ご迷惑をおかけしました。いえ、こちらこそ申し訳ございません。本当はこんなこと言っちゃいけないんですが、山笠組の人たちもお給が据えられてよかったと思います。多分もう二度と店で飲もうとは思わないでしょう。そうですか。ん？あれ？あの連中は？何言ってんですか。中島社長が倒したんじゃないですか。え？こんなこと？それじゃあこれで。いやー、よか店やったばい。俺今度から。それじゃ。お疲れさ。許してくれねえ。
舐めてると痛い目見るぜ。来いよ来いよ。これでも俺なりに精一杯、いばらの道を歩いているつもりなんですよ。四代目。ただいま。もう、お湯沸かしっぱなしだよ。ただいま。ああ、おかえり。おはよう。すぐできるから待ってて。あ、そう。そう。ま、身の回りのことは自分でする。
いい。まあな、中島さんもあの年で独り身だしな。さ、え、そうなの？てっきり結婚。なんでだ？だって左手の薬指にさ、溝あるじゃない？うん、あの溝って10年20年も指輪をつけた後だと思うんだよね。そう。今日も帰りは遅くなるの？ああ、遅番だからな。お前も今日くらいは家に帰れ。今夜は来るなよ。どうしようかな。鈴木さんだって私が来た方が嬉しいでしょ。何を言ってるんだ。あ、ネクタイ曲がってる。はい、これでよし。どうしたの？いや、それじゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。そこのおっさん、しかと解いてんじゃねえよ。
わけなかろうもん。いや、バッテンおかしかっちゃんね。俺昨日転んだりしようらんかった？いや、でも念のため病。よかよか、こげん見えても石頭やけん。それじゃ、じ、わかる。はい。はあ。
位置を直します。 到着しました。
やるじゃねえか。このままじゃまずい。楽しくドライブと行こうぜ。いいレースだったぜ。何？おい！いや。ここは俺のお気に入りの店でね。まあ遠慮せずに食ってくれや。すいません。ではいただきます。おい、まあ、しかしすまんかったな。面倒なことに巻き込んじまって。やつらデビルキラーとか言ってましたね。そう、流すデビルキラー、この一帯を牛耳ってる走り屋チームが、昔は走りを追求するストイックな集団だったが、今はただの暴走族、悪さばかりしてる最低の連中だよ。そうなんですか。だがまずいことになったな。運転手さん、完全に奴らに狙われちまったな。奴らは狙った獲物は逃がさねえ。きっとまだあんたにレースバトルを吹っかけてくるはずだ。レースバトルを？で、私はどうすれば？それなんだが、うんちゃんには勝負を受けてほしいんだ。そして、奴らを返り討ちにしてほしい。本気で言ってるんですか？なあ、冗談みたいに聞こえるかもしれねえが、俺は本気だ。あんたの腕を見込んで頼んでいる。奴らにとっては速さが全てだ。どれだけ強制的に捕まえても、レースバトルで負けなかったら奴らは納得も思わない。奴らを実質的に潰すにはレースバトルでコテンパンにするしかないんだ。あいつらもあれで一応走り屋だからな。だが我々警察が奴らと一緒にレースバトルをするなんてことは当然許されない。だから俺らの代わりに奴らと戦ってくれる協力者が必要になる。それが私だと？あんたはいい腕を持ってる。あんただったら奴らをギャフンと言わせることができるかもしれん。俺はそう思ってる。頼む、協力してくれねえか。奴らをこのままにしておくわけにはいかねえんだ。しかしあいつらはここ数ヶ月でどんどん勢力を増してきていやがる。被害も増える一方だ。最初はあいつらも
走り屋だけを標的にしていたからまだ良かった。だが最近じゃ一般人どもお構いなしだ。家族連れ、老人、あんたと同業のタクシー運転手だってかなり被害に遭ってる。タクシー運転手？ああ、あいつらをこのまま放っておいたらいずれあんたの同僚も危ない目に遭うかもしれねえ。うちゃん頼む。この通りだ。俺はこれ以上被害者を出したくねえんだ。わかりました。本当か？ええ、俺で役に立てるなら。ありがとう。すまんがよろしく頼む。さあ、遠慮せずにもっと食ってくれや。腹が減っては戦はできぬっていうしな。ああ、付き合ってくれてありがとうな。これからいろいろ迷惑かけると思うがよろしく頼む。はい、よろしくお願いします。ああ、そうそう、申し遅れた。俺の名前は古道だ。県警の古道。うんちゃんの名前は？キリュウ。いや、鈴木と言います。あんたのレースバトルを邪魔しないように警察には俺から言っておくから安心してくれ。それじゃ頼んだよ、鈴木さん。ただいま戻りました。ああ、鈴木さん、和田サンバ送ってもらって悪かったね。今日はどげんやった？お客さん着いたね。いえ、それがデビルキラーという連中に絡まれました。どうされましたか？ああ、いや、何でんだか。デビルキラー、あの暴走族みたいな連中のことですよね？ええ、彼らにレースバトルを申し込まれまして。レースバトルを？まったく、こんな素人相手にバトルを申し込むなんて、奴らには走り屋としてのプライドがないのかよ。それでどうなったんです？勝ちました。デビルキラーに？ええ、そして県警の古道という方からデビルキラーをレースバトルで倒してほしいと言われました。レースバトルで倒すことがあいつらを潰す最善の方法だと。そんなことって？そうね、鈴木さん、事情は分かったわい。その古道さんいう人には俺の方から確認ばしておけ。社長、すみません、面倒なことに巻き込まれてしまいまして。ご迷惑ですよね。迷惑だなんてそげんことなかよ。鈴木さんが悪いわけやなかっちゃけ謝らんといて。悪かとはデビルキラーなんやけ。社長？悪い悪い。とりあえず鈴木さん、今日はお疲れ様。いろいろあったけん上がってもらって大丈夫ばい。もしまだ仕事ばしたかとやったら、ジムの平川さんに声ばかけてみて、利用依頼が来とうと思うけん。わかりました。それじゃよろしくね。